ですね、チューブスクリーマーのゴールドなんですよ。ゴールドチューブスクリーマーで2018年楽器フェアかなんかに出されたなんか、まあ、特別仕様お祭り企画というか、中身はねチューブスクリーマー普通のやつと一緒なんで、チューブスクリーマー TS9 と思って聞いてもらえれば、外側がゴールドっていう感じなんですけど、まあちょっと一回見てみましょうか。ゴールド、おお、めちゃくちゃ金じゃないですかこれ。おおって感じですよね。全部金ピカ。まあちょっと後ろはこういうとこが違いますけど、なんかまあメタリックな感じですね。好きにちょっと弾いてみたいと思います。アンプは JCM2000、 どないな感じか。ちょっとリバーブ、ごめんなさい、入れましたけど、これにちょっと、じゃあまあ全部真ん中ぐらいで一回。ブースターにっぽく使えばなんかまた雰囲気変わると思うんですけどね。これぐらいですね、このここになんかこれ踏んだらなんかもうちょっとなんか雰囲気変わる。あるのとないのとはもうなんか、まあ当たり前ですけど全然違う。これだったらなんか音の質的には変わんないのかもしれないですけど、弾いてる側としてはもうめちゃくちゃ違うし、原因が上がるのとプラスやっぱこのキャラクターが入るのでやっぱ弾きやすくなる。
ールドです。 TS9 と同じですので、まあもし興味がある方はね、 TS9 をゴールドちょっとあるかわかんないんですけど、もしはネットにあるかもしれないし、興味あればゴールド探していただいて、普通のでいいよっていう人はまあ普通の TS9 の緑のやつを自動引いてみていただければね、いいんじゃないでしょうか。こんな感じです。あの人。